ートレース若松パイナップルナイター、舟券推理をもっと楽しくするマンスリーボートレースカップ争奪ヤオーシリーズ第3戦第3回地区王決定戦、長い長い戦いもついに最終バトルです。地区王優勝戦第12レースの開始です。1号艇福岡の山市哲也、2号艇愛知の北川淳二、3号艇大阪の原田秀也、4号艇岡山の平尾隆則、5号艇群馬の萬正嗣、6号艇岡山の森貞浩二、以上の6名枠なりに作戦行動です。人気が集まったのは1号艇山市哲也です。エースモーター候補53号機のパワー存分に引き出したシリーズリーダー、1号艇山市の陰線。2コースには2号艇北川淳二、新規は好調、若松でも初日から3連勝をマークしました。3コースに3号艇原田秀也、好相性の若松で今回もきっちり優出。4コース角に目いっぱい引っ張る4号艇平尾隆則、ドリームからの唯一の勝ち上がりです。5コースには5号艇の萬正嗣、12月お正月に続いての3連続優出。大外6コースには6号艇の森貞浩二、これがデビューから数えてちょうど100回目の優勝戦となりました。3対3でインコースから1番2番3番4番5番6番の並びスタートしました。1号艇山市がわずかに覗いたスタートです。その後は1番3番4番と出ていって1番手の攻防、逃げる1号艇の山市をまくる3号艇原田、そして2号艇4号艇まくり出しは5号艇萬正、先頭は1号艇の山市、誰も寄せつけませんでした。スタートは前提正常でした。逃げました1号艇山市先頭、2番手は3艇並んでいます。6番4番3番これから2幕、トップで1号艇山市、続いて6号艇森貞回って刺してくる4号艇の平尾、2番手は4号艇の平尾が一歩前、アウトから食い下がる3番手6号艇の森貞、現在上位3艇は1番4番6番です。後続は5番3番2番と続いてこれから2周目1幕、先頭は人気1号艇山市、2番手4号艇平尾、握って続く6号艇の森貞、2番手は4号艇の平尾です。3番手に6号艇森貞、上位3艇1番4番6番その後ろ水が空いて5号艇萬正と3号艇原田が並び、最後方は2号艇の北川、2周2マークトップは1号艇の山市、2番手4号艇平尾、6号艇森貞3番手、上位の3艇は1番4番6番に固まって優勝戦はこれより最終周回です。先頭は大きなリードを取りました1号艇の山市哲也、シリーズリーダーが王道のインディケから優勝戦も圧倒です。最後の1番手トップでクリア、2番手4号艇平尾、3番手は6号艇の森貞、後続は3号艇原田、5号艇萬正、2号艇北川です。上位3艇1番4番6番この組み合わせ3連単の図 15.3 倍となっています。ラストターンマーク先頭は1号艇山市です。これが通算43回目、若松は5回目、そして今年2017年の初優勝に向かいます。146で優勝戦まもなくゴール、先頭1番山市優勝5輪、4番平尾5輪、6番森貞5輪、3番原田5番萬正5輪、ラスト2番北川5輪。